明日は村にもらった修学旅行。待ちに待っただろ、なんじゃ村にもらったて。どうしよう、明日体調不良とかなったら最悪だから、今日は早めに寝ようと思ってカーテンも完全に閉めて、ベッドの上で寝る準備バッチリなんだがやべえ、全然眠れん。まああるあるだよな、明日楽しみすぎて寝れなくなっちゃうパターン。学校から帰ってきて速攻で寝る完璧な私の計画が。今夜じゃないの？学校から帰ってきたばっかなの？そりゃ夕方から寝れないだろ。ちなみに本日の学校は明日に備えて、お昼までで終了。ただいまお昼の12時半。いやそりゃ寝れるかー、昼て数時間前まで睡眠してただろい。まあいいわ、こういう時は羊を数えていればいずれ眠れるもんよ。羊が12,427匹眠れーん。でしょうね、だって羊って英語でシープ、眠るは英語でスリープ。このシープとスリープが似ているから暗示みたいに数えている間に眠りに、って感じらしいし。ってことで眠る、羊、全然音が違う日本人には効果ない説。まあ諸説あるようですがってか、おいこらちゃっかりアルパカ混ざるな。結局9時頃にはしっかり眠れて翌日。ついに来ちゃったぜ沖縄に来たぞみんなー。興奮しすぎて背景ガン無視するのやめて。沖縄最高峰、テンションハイマックス。霊夢も先生もテンション高すぎな。みんな、いくら沖縄に来たからって調子乗って怪我とかしたら台無しだぞ。落ち着いて安全に冷静に、沖縄を楽しみましょう。だから先生が落ち着けし。ちなみに皆さん、昨日はしっかり眠れましたか？ワクワクしすぎて眠れなかったんじゃないの？さすがにもう中3だしな、そこは眠れましたよさすがに。私もまっきりルー気味就寝。そういう先生は？それがな、楽しみすぎて眠れたのが午前4時頃、今寝不足で逆に絶好調な変な感覚だ。子供か無邪気か。寝不足で冴えてるとか、後から絶対辛いのやってくるやつやん。その後、一日沖縄を満喫した一行。いやめちゃ楽しかったな。それな沖縄最高、早期そばめちゃうま。やっぱ沖縄と北海道は人生で一度は行っておきたいと思っていたけど、修学旅行で沖縄来れるとか最高。さあ、あとはもう寝るだけだけど、どうする？明日に備えて寝る？それか修学旅行の夜の定番、恋バナでもしちゃう？するー、でも枕投げもしたいから枕投げしながら恋バナしようぜー。嫌ならそんな激しい恋バナ。まあでも確かに、あっさりと眠っちゃうのは面白くないな。おいお前ら、もう消灯時間だぞ、そろそろ寝ろ。出た、修学旅行名物、寝ろ先生。まあな、これも先生の仕事だからしょうがない。もう少しだけお話ししたら寝ます。てかせっかくだし、先生もちょっと話ししましょうよ。お誘いは嬉しいがでもな、他の先生に見つかったら困るし。まさかのそっちの心配。まあ特別な日だし、ちょっとぐらいいっか。生徒との良好なコミュニケーションも仕事。おいねー、ノリが良い先生。じゃあ先生が学生時代の修学旅行で起きたアホアホ事件、滑らない話でもするか。おいねー、何それ面白そう、聞きたい。あれはだな、高校の修学旅行での出来事。スピースピースヌーピースキー。いや寝たー。生徒を寝かしつけに来てまさかの自分が寝ちゃったー。視聴者様のほっこりかわいい先生、修学旅行の夜、寝かしつけに来た先生がまさかの生徒の部屋で寝落ち。ちょっとかわいいんだが。しかも落書きのおまけ付きて。ということで以上、ついついほっこり温かい気持ちになれる面白先生エピソードでした。皆様、本日も主チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。もしよろしかったら動画投稿の励みとなります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた明日の動画で。